市内電車の岡山駅前停留場から電車が発車しています。向かい合っている JR 岡山駅からは停留場がよく見えます。今思い出せば、初めて岡山のおばさんの家へ来たのは昭和40年頃のことでした。子供心に大きな岡山駅、町の中を線路が通り電車が走る、びっくりしました。私は九州筑豊の生まれ、鉄道といえば蒸気機関車、家の近くを勇ましく走る姿を見るのが楽しみでした。それから50年経って岡山へ住むことになりました。電車は当時の電車より大型になっています。そしてほとんどの電車は車両全体に広告の描かれた車両広告電車、ビルの中へ溶け込んで走っています。昔来ていたおばさんの家は東山にありました。昔を忍んで行ってみます。白下交差点にある白下停留場、あの当時ここから出ていた番町線はもうなくなっています。白下の交差点、この下に地下空間があるなんて想像もしませんでした。白下の交差点を曲がって内三毛筋を南へ走ります。内三毛筋を南へ下ったところが西大寺町停留場。電車は町の中心部を流れている旭川にかかっている京橋へ向かいます。桃の名称で呼ばれる車体の低い低床式路面電車、岡電が独自にデザインし、全国の市内電車のデザイン重視の流れを作った記念すべき車両です。電車は京橋、中橋、小橋と3つの橋を渡ります。中納言を過ぎると終点東山はもうすぐです。おばさんの家は東山停留場の前にありました。今はもうその家はありませんが、目をつむれば当時のことを思い出します。早朝、薄暗い中、私は電車の音で目が覚めます。おばさんが一番が出るよ、お兄さんを起こす声が聞こえます。一番の電車の音が時計の代わりでした。明るいスマートな感じで走る電車、憧れを感じたものです。電車が京橋にかかると今はもうありませんが、岡山市公会堂が県庁と並んで見えました。京橋の下には旭川を下って瀬戸内海へ出る定期船も止まっていました。最大です。上野町停留場、今の白下停留場、ここから番町交差点まで走る番町線が出ていたところです。番町線の終点、番町交差点です。終点の番町停留場は線路が道路の真ん中へポツンと途切れたように引かれて、電車は
途切れた線路の少し向こうへ止まっていました。電車は右へ曲がります。この道は正面にできる予定の橋、現在の新鶴見橋へまっすぐに伸びていきます。後楽園前停留場。以前はここで電車が行き違っていました。番町線は昭和43年に廃止されました。石油などの化石エネルギーは無尽蔵にあると漠然と考えていた時代、市内電車は社用化事業の烙印を押され、全国各地、町の中に引かれていた線路は惜しげもなく撤去されていきました。岡田の電車も幾度かの存続の岐路に立たされたのでしょうが、岡山の街を走っています。近代的な市街地の中、ビルの谷間をごとごとと音をきしませながら走る市内電車。電車の運行はダイヤ制を取り入れて、昼間は5分間隔で運転しています。市内の 4.7 キロメートルを21編成の電車が待たずに乗れる電車として効率よく走っています。先日、私の幼友達が岡山へ来たとき、わあ、市内電車が走っている。もうなくなったと聞いてたんだけど、よく残っていたね、と喜んでいました。市内電車、岡山駅乗り入れを検討。新聞に報道されました。早速、私は孫と岡山駅前まで行って話しました。ばあばが子供の頃見た岡山の市内電車、都会風で憧れ、いっぺんに好きになったこと。その頃の電車は今の電車の約半分くらいの大きさだったこと。線路が岡山駅まで伸びる予定と新聞やテレビで報道されたこと。孫は言いました。新しい電車の乗り場が駅から降りたところへできたらいいなぁ。ばあばやばあばの友達はみんな言ってるね。そのまま線路がまっすぐ市役所方面へ伸びたらねって。そして線路は市役所の向こうにある水道局の交差点を曲がって大学病院の前を通り、正規バス線と一緒になるのね。そうしたら市内をぐるーっと回れる線路、市内の循環線ができて便利になるよねって。これからの時代、枯渇する化石エネルギーを見据えて、少ないエネルギーで自然に優しく効率よく走る市内電車は、もっと見直されても良いのではないでしょうか。